グアヤキル大聖堂正面、グアヤキルメトロポリタン大聖堂は、エクアドルの都市グアヤキルの中心にある大聖堂であり、正式には聖ペトロ大聖堂という。大聖堂は、8月10日通りとクレメンテバラン通りの間のチンボラソ通りに位置する。現在の大聖堂は、都市の設立時にグアヤキルの中心的な教会であった、ものを引き継いだ大聖堂である。 1547年に建てられた最初の教会は木造で現在のサンターナの丘に位置していた。この教会は1692年の火炎により破壊された。教会は1695年に現在のチンボラソ通りのある新市街に移設された。その後1838年、教皇グレゴリウス16世の時代に教会は大聖堂に位置づけられるようになった。 現在の建物は1924から1934年よりネオゴシック様式で建設された。その後、1941から1958年にスペインの建築家ジュアン・ローマ・ディニアがファサードや内部装飾などを設計し、中央の振動は1949年に形成され、1956年には上部にステンドグラスの窓が設置された。 1958年からは、チリの建築家リミロ・ゴンザレスに引き継がれた。ありがとうございます。